肘を横にするんですね。でこのやつを緩こう締められそうになってますから、開いて緩めるんです。で、こうね、ちょっと厳密、僕らのやり方で言うと、こう持って手を引っ張ろうとするんですね。こっちを。引こうとするんです。で、自分は前に出ようとすると、グッとこうね、ロックされるんです。で、それでいてこう回す。ほら、下向きますよ、肘が。向いたところをリストを取る。でリストの取り方は、親指で、こう中指の骨を両サイドからこう押し上げて、でこれね、横にあんまり行き過ぎるとこう取れ過ぎのところ見えにくくなるっていうのもあるんですけど、実際関節はだとしてもここの角度が締まると効きにくくなるんで、ここ90度でこうしてこういう感じで、はい、よいしょ、はい、肘外して、よいしょ、よいしょっていうふうにやります。でこれをまず相手が、はい、リスト取り返します。こっちも行って、はい、こっちも行って、ああ、入れて入れて、よいしょ、で手首をここ反らしてる感じですね。でこっからまた跳ねる、跳ねるとかに返して、よいしょ。でこれをね、よく最初慣れるなんですが、自分がこうやって下がっちゃうんです。すごいブサイですね。相手の手を高く上げて斜め真横に行く感じにします。常にやっぱプロレスで見られるんだけど、こっちが正面だとしたらこんな感じでこうやってちっちゃく何してるかわからなくなってしまうので、大きく動いて、でこう襟になる、こういうところですね。ここで何回かやれば、まず、はい、よいしょ、肘払ってから、はい、返して、ここで挟んでるから、振り。